よっしゃ、カリスタできたんで、カリスタやっていきたいと思います。え、もうこれだけでいいの？何これ、サポート契約してくださいね。基本皆さん、これサポート契約ですよ。じゃないと連戦弱くなりますからね。ミスキルの読んでくださいね。で、こいつの使い方はミニオン殴ります。で、ミニオンが死ぬときにこう引き抜く、これ基本ね。まずこれが基本です。この移でもよかったな、今移動したら無理やで。あ、これも強い。こうミニオンにやりさして Q で敵に当てて、で E で引っ張る、これも強いですよ。そうです、マナも CD も回復します。基本コンボですね、今のが。そうですよ。あとね、貫通もしますからね、これ。貫通するよな。ちょっと待って。フォーカス。あ、ミスった。ミニオン殴るやつ。あ、いい、わかんない。おぶね。公営ミニオン Q で倒せたりしないのかな。え、貫通もあるよね。あるわ、よかった。これね、貫通させつつこのいけますからね。な、アルティメットですか。スレッシュのランタン掴む必要ありますけど、こいつは即時発動です。うわー、マジか。飛べ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 、ナイス。ナイス。W の使い方わからん。W って一緒？待って、なんか違うか？ん？だって W が俺これもしかして違う？ブログ代行した男、回収し忘れて死んだらチャットファイトなりそう。なにこれ？え？マサイロン、人探し。なにこれ？こういうこと？これで使う感じ？なんかいっぱい来たー。
探偵送り込んだのに。信頼危険。竜巻、一家、アッシュのダブルの短い半。ゆうねこさん、敵が多すぎて草なんよ。草なんよ、てか相手スキルなくね。マサイロン、視野狭いらしい。何しようこれ。何しようこれ。最強やあいつ。できるできる。ああ足りんか。タワーが攻撃されています。ああいうのはジャングル攻めたらダメですね。別だって 50% だもん。水を殺さなかった俺たちが。あれうまいというダメージ出るよ。出るけどそんな時間なかったな。マサイロン、リーサル言ったかね。俺はリーサルの方がいいと思うな。なんかさっきのダメ感見るとそんなに序盤のダメージは高く設定されてないから。序盤弱いよねこれ。俺もちょっと思ったわ今。なんか序盤あんまダメージ出ねえなと。こういう回収ですね大事なの。最初のタワーが破壊されました。え？トップ守るか。マサイロン、明治の隕石クラス運強いよね。結構危険だな。信頼こそ武器だ。危険。ブリッツ涙で見えてない。危険。移動中です。容赦はせん。その紐が出ねえのか意味わからん。無理じゃない。
うわ、うまっ。あー死ぬか。あ、5秒間あの止まっとかん、あ、自分が止まっとかんといけんかったで、さっきやったら。死んだな。いや、もうダメージ出るな。ごめん、ずらしたな。ついてくるかも。ついてくるかもな、それ。それついてくるかもしれん。あの保険からパワースパイクな気するけど、まあ序盤最初まで思って弱かったな。ちょっとハラス結構綺麗にやってみたけど、あんまダメージしておらんかったし、ちょっと物足りないかも。なんでこれダメなの。ハリケーン、積む感じ。ハリケーン迷ってるね、今。この敵、ちょっと、ま、刺さらんかもな。ハリケーン迷うね、ちょっと。まあ、とりあえず AP 停止、3つ行ってから考えようかな。テルミヌス行くってことはね、防護欲しいんだよね。W 細すぎてか近すぎないこれ。なんなんこれ。なんやねん。わだんのここ。ヤマラス積もうかな。な、これの槍のダメージねえな。一本の時のあまりにも渋い。やっべ。あ、あ、もういいか。うおー、やばすぎー、それ。
悪くないけど結局、まあ結構近づくからね、相手に。なんか固めにした方がいいと思うけど、俺は。まあルナハリ行くだけ行ってみるか、流行ってるし。流行りで積んでみますか。エンゲージでカリスタウルト打つのちょっとむずいな。なんかグループ始まるといつ打とってなっちゃうな。マサイロン、なんか思ったより涼しぬ。これ時計ないんよな、今。なんか微妙だったな。俺がドラゴン取ろうと思ったのにな。ドラゴン取れんかったな。まだ終わりたくねー。終わりたくねえな。いや終わってまうか、さすがに。もうちょい戦いたかったな。まあまあいいダメージ出たんじゃないですか。ちょっとさ、一個気になったのがさ、ちょっと軽く解説するけど、最初だし。W うんこすぎない？W がうんこすぎるのとさ、序盤のダメージ渋くね？いや、後半強かったけど。ファーストプレイっすよ。ゆうねこさん、ダブルおかわいいことすぎる。ちょっと、ダブル、ちょっとおかわいいことすぎるね。アッシュの、こいつ往復してる？まあ、往復しても別にそんな強くないけど。セント君、相性いいサボなんですかね。ワイルドリフト。まあ、エンゲージサボやったら何でも相性いいっすよ。何がいいんだろうな、ビルド。ゆうねこさん、もしかしてレートゲームキャリー？まあ、王剣、ルナハリ、フェルミヌス？アイ行くんかな？でもクリット率ないしな。アイは行かないか、さすがに。昔はね、このキャラって、これ積んで、でグインソー積んでってキャラだったんだけど、何がいいんだろうな。キタさん、ブラック序盤セレーテッドダークだけ買う？セレーテッドダークだけ買うのは、いや買わなくていいと思う。別にそんな序盤勝てないし、そんなとしても多分ビルドむずいね。まあオーケルナーリっていくんだったらテレミネスかな。これか。フリットやりてえな。マサイロン、王剣ルナハリテルミヌスファントムとか上位。フリットもやってみたいね。これ積んで、これ積んで。こういうのもやってみたいな。ちょっと、後でやってみよう。まあいいや、一旦これでいいや。
こいつナチュラルにエース。あれだね。え、トリフォもありだけどな。トリフォで HP 積んでさ、ママンでよくね。これでよくね。これ結構おすすめだな。で、これを、これでまず味方契約しないといけないんで、試合が始まったらすぐに契約して立ち止まること5秒間。この、このマーク出るまではあれですからね。クリティカルです。契約されてませんからね。で、まあ、このキャラはこのように槍が溜まっていって、254本まで溜まって、ね、引き抜いた時にどんどんダメージが上がるよと。溜めれば溜めるだけ上がりますよと。ドーンっていうね。連戦は、ちょっとビルド入れすぎたな。ビルド入れすぎた。あまりにも強い。で、あと9ブリングできます。あ、ここできないんだ。ここできると思ったのに。ここできるんだ。帰りは無理だよね。帰りは多分こっちにしないと、え？こっちにしないと出れないと思う。で、待ってな。必ず使命を果たそう。で、連戦はミニオン殴ります。で、削れかけの時に相手に一発 A 入れて E を入れるイメージね。こういうイメージか、こういうイメージ、あ、これもできますね。ここにミニオン死にかけのやつを狙うのが大事です。でさ、これさ、ミニオン貫通狙えんのかな。あ、待って、これいける？なんかさっきさ CD が上がんなかったんだよな。これだけダメしたいな。むず。上がってくんね、お前。まあいいか、別に。お前もう邪魔すぎ、こいつ。試せねえ。まあいいや。そういうキャラですってことで、じゃあご視聴ありがとうございました。ね、登録、高評価よろしくお願いします。